はい、陰教育児の久保でございます。速稼塾の久保です。今日はですね、どんなライフサイクルで一日を送ってるのかっていうことと、あとこの育児中の食事どういうふうになってるのかってことをね、ちょっとお伝えしていこうかと思います。まあ基本的に家事とか食事とか掃除っていうのは普段と、ね、この大和くんが家庭に参加するまでと基本的には変わりません。ゴミ出しもコンスタントにしてますしね。ただゴミの量増えましたね、やっぱりね。1人分増えた。すごい。それから3時間ごとに授乳がありますので、まあ、睡眠は細切れになりますけども、きちんとシャワーもね、我々も浴びれますし、それからなんか、食事が忙しくて取れないってこともないのと、まあ、適度にね、楽しみながらやっているし、まあ、なんていうのかな、まあ、割とリラックスしてできてるかなっていうところでございますね。まあ、私も動画アップロードのペース特に落ちてることもないし、いろいろと不自由だなと思うところはなくて、どちらかというとね、本当に一つ一つ感動しながらやってるかなということでございます。今回はですね、食事にフォーカスしてみましょうか。どんな食卓なのかってことを今日11月22日のお昼のご飯をね、例に出して、もちろん朝食も食べたんですけども、朝食はさすがにね、買ってきたサンドイッチを食べることが多いです。でお昼は作ってね、フライパン出したりとか、あとお鍋を出したりとかして作っております。まあ、夜はいただくことがありますね。夕食を持ってきてくださって、それに残り物できれいな食卓作って、それでまたね落ち着いて、食べるという形でございます。基本的に食事を抜くことはないのと、きちんとおやつも取ってるかなっていう感じです。で、沐浴も毎日ありますんで、沐浴から、授乳から片付けから何から、それから食事の準備、そう、洗濯ですか、洗濯も込みで、これが全部1時間の中に入ってるってことなんですよね。ただ沐浴に関しては私やりながら思うんですけども、やっぱり2人いた方がいいなと。うちは2人なんですけども、1人だと結構大変だったり、片付けといいますかね、ほったらかしになっていったりとか、あと今日はね、沐浴中にあれがあったんですよね、波動砲発射が。で、沐浴のお湯がもう完全にね、360度水洗トイレみたいになってですね、お湯を切り替えなくちゃいけなかったんですけども、それも2人だから落ち着いてできましたけども、1人だとね、もうどうしていいものなのか分かんなくなるかなと思いますよね。まあ、そんな感じで今日は1日のライフサイクルを写真とともにちょっと解説していこうかと思いますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。はい、それではですね、1日のライフサイクルをちょっとこの時計で示していきましょう。だいたいね、3時間ごとの授乳が基礎になりますので、それをですね、まあ、12時で3時、6時、9時と設定して、これがですね、午前と午後24時間ぐる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 回るということになります。まあ、ですんでね、授乳と授乳から授乳の間に、まあ、いろんなね、まあ他のライフサイクルを送るわけなんですよね。これが基本になります。で、今回はですね、時間にして11時何分だったかな、時計これですね、これ見てください。サイズ変更で50ぐらいにしとこうか。はい、時計を見ていただくと分かるんですけども、こちらですね、これね、昼食をとってるとこで12時45分なんですよ。で、実はね、11時45分ぐらいから沐浴、そして、その他、器具の洗濯、授乳、そして昼食かな、こんな流れで今昼食に至ってるわけなんですよね。まあ、ですね、沐浴に、まあ、20分から25分ほど使って、その後授乳に、30分ほど使って、今に至る夕食スタートって感じでございます。次の方行ってみましょう。これが沐浴ですね。沐浴は、こういうふうに、私の場合はたらいでやってます。こういうふうに、本当図の通りにやってます。これは私の図ではなくて、ちょっとお借りしてきたものなんで、沐浴って文字をね、顔にかけて誰のか分からなくしてますけどね。はい、声がしますよね。で、これが、授乳の画像ですね。こんな感じでございます。まあ、私やる分は哺乳瓶になりますね。20分ほどかな。うん、で、沐浴が終わった後に、12時45分ですか。食事をね、始める時の風景が、どれだろう。まあ、これですね。食事を始めるよと。沐浴が終わった後、どんな食事をとってるかってことですけども、ご覧いただけるように、きちんとね、少量多品して一皿一皿作りまして、こういうふうな食卓になってます。一個ずつ紹介していきますと、まずはこちらですね。こちらにあるのが、
はい、こういうですね、椎茸の煮付け、それから切り昆布の和え物と、こちら野菜炒めになってます。3品、まあ一応ね、こういう風なものを作って、日々の食卓も普段とあまり変わりがないですね。それからね、他にこれですね、こちら、はい、チャーハンにお味噌汁もしじみで出汁を取って作って、これはあの黒ウーロン茶ですよね。3つあるということでございます。で、あとですね、海苔ですね、ここにあるのが、やっぱ海苔を取っていこうかなと、1日5枚ぐらい、観光地でもらった海苔ですけどもね、こんな食卓になってます。全体がもう1回映しますけども、こんな感じですね。ちょっとすいません、小さくしますよ。はい、こんな感じで食卓も結構賑やかと。で、これがだから3時間の授乳と授乳の間にこういうことをやって、1日のライフサイクルをやっております。で、沐浴をしながら、洗濯も同時にしてですね、着替えもしてっていう感じでございますんで、やっぱ並行作業が多いかなっていうところですよね。で、食事が、こうやって食べる頃には、あの、沐浴開始から1時間経ってるんですけども、まあ、すべて終わってると、沐浴の道具の片付けも終わっていて、洗濯も洗濯機入れて、もう今回し終わって、あと干すだけになってる状態で、ベッドも、ベッドメイクができてね、まあ、大和くんは綺麗なベッドに寝れるということになっております。結構ね、こう、凝縮した時間を送らせてもらってるかなってことですね。次がどの画像いきましょうかね。あ、これいきましょうか。もうご覧になった方もいると思いますけども、こんな感じでね、大和くん寝ております。ひよこが見守ってくれていて、で、こっちにあるのがね、これオルゴールなんですよ。これはね、こっちの倒れてますけど、ちっちゃいのを、こっちにね、ビューっと引くと縮みながらオルゴールの音が、星に願いをがかかるということでございます。はい、で、位置関係なんですけども、ね、こんな感じで、ここに大和くんのベッドがあって、時計があって、こちら玄関に通じる廊下。で、こっちにね、今私が作業している作業部屋があります。奥の方にコーヒーメーカーもありますね。それから、もう一個ぐらい位置関係を表す図がこれですね。ちょっと小さくしますけども。はい、食卓がここにありますよね。食卓がビューっと。で、大和くんのベッド、これ授乳用のソファー、そしてここに作業部屋があるということでございます。おかげさまで広い空間いただいてるんで、沐浴をして着替えるところ、沐浴をするところと着替えるところ別です。それから、その他ね、授乳するところも別ということで、やっぱり一つ一つの作業別々の部屋でやると、とっても片付きやすいなってところで、本当ありがたいと思っております。以上かな。以上なんですけども、ちょっと忘れてはいけないのがこれなんですよ。これね、レモンパイとプリンケーキパイがあります。どら焼きがあります。こうやっておやつもやっぱりないと、ママの方とかね、私の方もですけども、おやつをちょっとつまみながらやると楽しいというね。まあ普段からおやつあるわけなんですけども、こういうふうになんかこう、食事も楽しいし、おやつも楽しいし、育児も楽しいし、まあ洗濯もね、楽しくできるように、いろいろと事前工夫をしていってるところかなと思います。こんなとこですかね。はい、いかがだったでしょうか。私が思うのは、やっぱり2人でやるとものすごくうまくいくってことかなと思います。もちろんこれ1人でやった経験はないですけども、これを1人でやるとしたらどういうふうに工夫しようかなと思うんですよ、やりながら。でもやっぱり作業時間っていうのが短縮できないところも結構多いですから。で、あとね、結構ね、便利なグッズとかあるんですけども、それは一つ一つ、これが費用がかかりますんでね、全部が整えられても限りませんし、あと空間の問題が結構あったんじゃないかなと思います。空間がいろいろあると本当に作業やりやすかったりとか、洗濯物を置いといてこっちに使うものとか、こっちに着替えとか、こっちに古いものとかってやっておけるんですね。で、こっちが育児の部屋、こっちは我々が食事をするところみたいなことを分けたりとか、私の場合は職場すら分けてますんで、パソコンルームさえ分けてますんで、すごく余裕を持ってできるかなってところがあります。まあでもこういうのがね、全部揃うってことはなかなかないんで、与えられた環境でやりくりしていくしかないのかなと。そうなるとやっぱりね、作業とかに追われてしまうところもあるのかなというところですよね。まあだから皆さんがね、どういう工夫をしてきたのかってことをやっぱりこう共有する場があって、もっともっとお互いに工夫して学び合えるのかなというふうに感じましたけど、皆さんどういうふうに思ったでしょうかね。まあこれからも
しっかり楽しんでいこうかと思います。ね、大和くんも日々成長して、なんだかちょっとね、嬉しいような、ちょっと寂しいような気もしますね。もう昨日の大和くんはもうね、今日はいないわけなんですよ。一日でガラッと変わってますんで、昨日の延長で今日はあるんですけども、昨日のね、たどたどしい笑顔ではなくて、今日は凛々しい表情になってきて、また一歩、成長したんだなと思うとね、嬉しいやら寂しいやらって感じですね。はい、そんな感じです。では失礼します。